僕は何体倒したんだ。多分なんとかなるの。おうおう。いけるいけるいける。よし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 。うん。その場から攻撃しようとすんじゃねえよ。決定。オフ。ああ、すごい。白いのいいね。白いけど、なんかちょっと、ところどころ色目立つね。あ、あなたなっちゃう。どうしよう。もう、どうしよう。支援反撃でなんとかいけっか？敵は3400。いや、3400ならこれでもいけるんじゃないかって思うけど、不安だから、覚醒のにしよう。やってくれ。あ、全然、ごめん。不安はいらないものだったね。さっさと倒れてくれない？僕、君と戦うつもりもうないんだよね。いや、どうしよう。いや、なったけど、まだまだ全然、そんなに、悲観的になるほどではない。やだ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 。なるなる。悲観的になるなる。超なる。だってまだいっぱいいるもん。ああ。ちょっと不安になってきてる僕。心の不安が。はあ。ちょっと待って。回避したら結構回避になる？決定。はい。おおおお。怖い怖い。ついちゃんに。ビリビリしてる。42%。いける？よっ！素晴らしいね、まあ。お前は今からゴッド2世と呼ぼう。ナノスキン？え、ナノスキン？ナノスキンだって。どう？補給、補給。おお！あ、ちゃんと聞いてくれてる。よかった。はい、電話鳴ってきた。アークエンジェル、射出射撃完了まであと3ターンです。え、待って、もうやだ。本当にやだ。何体いたかを数えてないんだけど。何体倒した僕は何体倒したんだ。これじゃキリがない。お？なんで、何が起きたの？こちらザフト軍特務隊アスランザラだ。聞こえるか、フリーダ。はあ、聞こえちゃった。お前ら敵として来たの？でも BGM かっこいいんだけど。キラヤマトだな。アスラン、どういうつもりだ？ザフトがこの戦闘に介入するのか？軍からはこの戦闘に対して何の命令も受けていない。この介入は俺個人の意思だ。アスラン、援護は感謝する。だが、その真意を改めて確認したい。俺はフリーダム奪還。あるいは破壊という命令を本国から受けている。だが今、俺はお前とその友軍に敵対する意思はない。アスラン、ごめん、ありがとう。ああ。へえ、まだいたんだ、変なモビルスーツ。はっ、まとめてぶっ潰してやるよ。なんだか知らねえが、みんな瞬殺。キラ、話は後だ。まずは目の前の敵を蹴散らす。分かった。行こう、アスラン。いやー、ちょっと味方として、いいね、味方として戦うところ。あー、いいね、ちょっと泣きそうになっちゃう、もうほんと。前回泣いちまったからもう、なんか、ねって感じ。ね。こっちはね、比較的ね、みんなピンピンしてるんだけどさ、残念ながら、こっちは結構、瀕死めだよね。こいつでビリビリしてるやつを倒してから、移動で一歩左攻撃で、これでこいつ、はい、するじゃん。で、この場所だと入れないんだけど、こいつに動いてもらうことによって入れるようになるんじゃねっていうとこ。待って、アスランは僕の意思でなんかできんの？え、ちょっと待って、攻撃見ていい？全然よくわかんねえや。複数ロック。え、ちょっと待って、これ見よう、これ見よう、これ見たい見たい。えい、キラを、うん、あいつらを死なせるわけにはいかない。ああ、キラだけではなくあいつらって言ったな。ああ、僕が止めてみせる。守って。いや、でも嬉しいね。好きにさせるか。ああ、はあ、ここで落とす。わかった、アスラン。おーおーおジャスティスの性能を引き出してみせる。頑張れアスラン、頑張れアスランと夕日が来るなんて思わなかったな。
うん、おいいね、7669めっちゃ食らった。うん、ゼロダメージ。この戦争を終わらせるために、あ、俺は、はあ、よかった。テンクしちゃうね。いや、だから期待確かに多かったもんね、入る時の期待の多さ。いいな、アスランがなんか加わったことによって嬉しさがちょっと溢れちゃう。この目の前の敵だけ一番回避率が低いね。じゃあちょっとやっていただこうか。変なの出てこない？何体もいない？よし、見させていただこう。こいや、こいつはどんなやつ敵だ？どんな武器でも、うん、使ってみせるさ。うん、うん、どんな武器でも使ってみせるさ。いいね。これ弓矢みたいな感じの物理攻撃ってことでしょ。思ったより大したことねえなと思っちゃった。おお、避けた避けた避けた、ナイス、生意気だったね。僕もそう思うわ。全力で来いよ。うん、こっちも手は抜かないぜ。うん、抜かないでくれ、お願いだ、頼んだ。空気清浄機止めました。とりあえずこのシャニアンドラスフォビドゥンガンダム、フォビドゥンドゥンドゥンっていうとこいいな。こいつを倒す方向性でいこうかな。一番命中率があれっぽそうなんで、こうするか。アニメーションはなくていいです、行ってください。うん、なんか物理の方が安定してる気がする、気持ちが。移動。ちょ、斜め行くからさ、ほらほらほら、ちょ、できる気がしたんだよね。連携、連携でたくさんロックオンするには味方散らばらせることかなって思って。じゃあこれ見ましょう。頑張ってくれるんだもん、きっと全滅させてくれるはずだよね。これ以上近づけるんじゃないぞ、うん、ないぞ。敵は捕捉できたな。うん、できたな。これさ、ボートが艦隊の戦艦の艦長みたいなポジションになったねとかしたら、なんで喋るんだろう。うん、お、蹴ってる。わあ、いや、いや、すごいいいじゃん。そうよ、お前はもうここまで。残念だったな。いや、嬉しいね。撃破したな。うん、次へ向かう。最初この機体見てちょっと古っぽい機体だなって思ったんだけど、こいつが今輝いて見えたもん。僕そんなこと思ってごめんね、本当に。うん、おー、キャラクターレベルアップ。こいつは覚醒しないってことか。覚醒しゼロだったしな。これでとどめ刺してからお家に帰ればいいんじゃない。ただいま、ママ私も帰ります。ママおかえり。あ、それ出てないやついなかったね、レリーレ。前回レバーンを作ったので、お願いやってくれ、レリーレタン。君ならいけるって信じてるよ。あんまりだった。なんか何かが発生してたけど、おお、テンション下がってる。ふう、攻撃、もう本当はキラの攻撃全部ムービー付きで見たいわ。声も聞こえるし豪華だし。びっくりした、こいつどこに行ったんだんだったば。マスター、マスター、なんかできる。ふう、やってくれんじゃね。なんで戦ってんのかいまいちわかんねえけど、うん、ただ死なせたくないってことだけは確かなんだよ。あー、そっか、かっこいいと思うよね。こいつでビンゴだ。ビンゴか。いや、ディアカいいよね。うん、リアカの機体も好きだよ僕は。何、よし、どうしよう。かっこいいよねって言ってあんま食らってなかったから、どうしよう、かっこいいよねの気持ちがちょっと空振りしてる感じがする。うん、いや、かっこいいよ。はい、いや、倒せるか。いや、お前ならいけるだろ。失礼失礼失礼。おい、最高に強い。よし、いけ。ニコルさんまだ見てなくない？ニコル単体では。うわ、いける、行ってくれる。おう、見られたのか。そうだよ。ああ、いい感じ。5353だって。
輝いちゃってんじゃん。ここ攻撃して行け。おお、やっぱスカイグラスパー強い。ふう。なあ。で遊撃連携いきますよ。複数ロック、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 複数ロック。ふわ、遊撃連携のやり方覚えちゃったかもしんない。はい、その代わりもしかしたらダメージ分散とかするかもしんないけど、さあいかが7対7。いくぜ。うん、無茶はしないで。おー、優しい心。仕掛けて、黒板消しでも仕掛ける。こちらも仕掛けます。すごい、みんな仕掛けるじゃん。一気に蹴りをつけてやる。うん、速攻で行かせてもらう。面白い、なんかやるしかない、やるしかないで、ね、やってやれ。いや、かっこいいな。ほう、いや、ちょっと削れ切れてないんじゃない、もしかしたら。いや、削れ切れてないな。いや、でもね、残り一撃でなんとか撃破できるぐらいまで減らせてるんじゃない、あれの一体以外は。バカだ、うん、やられただと。よっしゃ、倒したやつもいるしね。いや、いい感じ、いい感じ。自信持ってスカイグラスパー。とりあえず200万。うお、え、待って、え、こんなにレベル上がってたっけ。遠征してたらこんなにレベルが上がったみたい。他に動けるやついないから。あ、いるいる、ここにいる。お前あれ、私何しに来たんだろうってちょっと思ってたでしょ。ごめんね、僕がそう思ってる。お前なんでそこにいるのって。クレアタン頑張れ。お、はい。いや、マジで素晴らしいな、お前ら最高だよ。本当に素晴らしいよ。お世辞じゃないから、マジだから。攻撃食らってっから、このこういうマスで攻撃したいな。やってくれ。イエーイイエーイ。あと一体倒そうと思ったけど、そうか、もう攻撃できないな。じゃあ仕方ね、ここら辺にいて、やっていただこう。よろしく。チキチキラッチョ。イエーイ。おは、すっごいダメで7000だってよ。いけ、やってくれます。うん、よい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 、すばらすばらと。フォルティスビーム、フォルティスビームっていうぐらいだからやっぱ強いんじゃないの、ね、ごめん適当なこと言ってるけど。まだ向かってくるのか。うん、覚悟はいいな。いいいい、敵の覚悟はそういうことよ。来るということはやられる覚悟があるねえ、ということだからね。いや、半分食らった、半分食らった。そこだ。うん、いや、動きもかっこいいね。ここで落ちるわけない。いや、結構食らったな、結構食らったな。ちょっとアスラに対する評価が変わりそうだからやめてくれない。いや、左が多すぎるでしょう。あんま食らう感じしないけど。オーブの底力を見せてあげる。アサギまだ一回も喋ってないんだね、ごめんね。あ、いや、結構食らってる、食らってる。輝いた今、君は間違いなくキラキラと輝いた。支援いただこう。マユラ、お願い、あなたの支援が必要なの。実践だけど、うん、ちゃんとやらなきゃ。なんかザフトっぽい服着てるけど、ザフトなのこれ。いや、これ倒せないな。アニメーションはさっき見たからいいかな。うんうん、よし、これをこうしたら多分こいつは倒せると思うんだよね。むーさん、よっしゃ、頑張ってくれました、ありがとう。むーさん、あなたにもモテ期が来たようですね。当たれ当たれ、当たった、当たる。やる気はあるってことだもんね。やる気、実力もあるから、むーさんは。こんなはずじゃ、ドカーン、敵もやられてくれました、ありがとう。この調子でいくぞ。ふう、これで終わったってわけじゃないからな。あ、これかっこいいね、なんかノコギリみたいごめん、かっこつけてくれたのに今きっと。
お、パスチェンジ。うん、僕に勝てると思ってるの？ほらほらほらの場所が間違えたんだけどさ。よし頑張れー。おーへい、チェケラチェケチェケ。うん、やっぱどうしよう、下の敵全部倒したんじゃないのこれで。こいついるの知ってるよ、こいつ以外ってことね。あ、なんだ倒せないじゃん。えいえい、うん、お、チャオツヤキ。うん、いやマジでこっち側の敵多いな。ああはいはい、やれ。ああ、よし、うわもうこいつもエネルギー尽きちゃうよ。倒してお願いよ。いやこのミッションやってて思ったけど、これいやこの程度の装置は考慮、こっち考慮してねえ、まあ、勝手に言ってんじゃねえよ。回避どうしよう、回避できる。お、よかった、優しい優しい。優しさとは攻撃しないことじゃないのかな。よし、ザコはザコのムービーは見なくてよい。いやほんと敵の数多いからさ、今回戦闘の編集難しそうだなって思ってるわ。うやー、ここ攻撃してくんの、やべ、見ようと思ったのに、すいません謝罪しちゃった。いきます、スイちゃん、あなたがクロトというやつを倒すのよ。抹殺、おお、抹殺されるぞ、気をつけな。いける、いや、 いやこの機体綺麗な色してるね。危ないね、セーフセーフ、いける、強い、あなた当たれ、よし、ザーコザーコ、こいつもちょっと見てやろう。落ちな、やだ、なんか無邪気な感じじゃないけどね、落ちなって感じ。いたずらに浮き足だっては向こうの思うつぼだぞ。移動熱源、敵とかじゃないんだ、移動熱源、それがこのなんだこいつらの仕事なんかな、熱源発見みたいな。うざい、罵らないでよ僕のこと、嬉しくないぞ嬉しいやつになら罵っていいわけでもねえぞきっと。やってくれ、うわ、避けてくれて素晴らしい。はい、やめてよーねー、ちょ、もう、あ、どうしよう、あ、ちょ、ま、どうしよう、え、何が起こって、そうなるよね、いや、どうしよう、どうしたらいいの。一番少なめのでも良さそうだなこれだと。はい、頑張れアスランくん、お願い。だからアスラン入手できるんだ。アスラン頑張れ、あなたのおかげでみんなが平和になったと喜んでいるわまだ誰も何も言ってないけど、回避支援防御でその方が減ってないはずなの。よしよしよし、はい、うーん、ナイス。本当に敵の攻撃の量が多すぎてやばいね、バトルアニメーション、オフー、うわー、おいけ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 、しゃー、待って、倒せなかった、ちょっと強かったの今、9000ぐらいダメージ与えたぞ、9000も与えて、これでなんで敵が倒せないんだよなんでなんだよ、どうしてなんだよ、私は頑張ったぞ、それでも敵が倒せないってのはどういうことなんだよ、知らないよな、アスラン、キラ、まさかそんな、お前食らったからちょっと出番なしな、だがこれくらいではやられてしまってはいかんぞ。おお、ニュートロンジャマーって書いてあるわ。ニュートロンジャマーなんとかコントラーっつって。おお、アークエンジェル、射出作業完了まであと2ターンです。あと2ターンで敵を、こいつらのどれかを達成したいね。いや、今回敵の数があまりにも多すぎて、マジでどうしたらいいんだろうっていう感じで首をかしげてる僕。ね、リアッカで戦闘を開始。うん。いや、いけーって、ちょっとなんか、なんかリアッカいいよね。わかるかな？なんか、本当だったら多分あんま好きにならないタイプのキャラなんだけど、
なんかミリアリアの剣もありいいなという感じがあります。あ、これ後付け音声です。そして、ミゲルタンお家に帰り、チェレンシーが敵を攻撃し見事倒すと。そして超1ゲージでまたチェレンシーが、2回目の攻撃をして、またこれもとどめを刺すことができたと。このほんと白い機体なんか綺麗でいいよね。うん、さっきすごいひどいこと言っちゃったんだけどさ。で攻撃をしてコートちゃんがね攻撃をしてくれて、このゴートの機体もまたねちょっと覚醒したっていうのもあってちょっと強いよね。ね、このディアッカの機体が欲しいという気持ちでこれディアッカでとどめを連発して刺そうとしてんねこれ欲しすぎるでしょ、強いでしょね。うん、でハウメアの守りとはと思いながら、なんかタン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 ばっかだね。でこれはロックオン、とりあえずロックオンいっぱいしてみようぜって、思ったんだけど、みんなね同じダメージかーいってなって、そんなダメージ食らってないやないかーってちょっとショックを受けた僕でした。うん、で、ムーさんがねとどめを刺してくれて、このなんかブレードみたいなのいいよなって思いつつ、これをね僕はノコギリと言ってしまったんですけど、ノコギリだと思った人他にもいるんじゃないかなって思うよね。超強キー、いやマジ超強キーの時なんかこういう言い方したくなるんだよね。でね、この辺りはね、落ちろ、はい、この辺りはマジでアスランの声をいっぱい聞こう月間ですそこを聞くためにあの戦闘をオンにしてムービーをオンにしてますね。でゲットゲージで、これもね見ると、アルアガキはもうよせ最初の一言を聞きたいみたいな、もらったぞ、もらったかね、ほんとそんな感じ強気で、これびっくりしたんだけどさ、え、なにこんな演出あんのって、え、ね、びっくりした、え、すごいハイライトないぞって言ってんだけど、え、これもしかしてキラもそういうのあるんかな、向かってくるなら倒すしかない、ないって言ってた。で、オフこいつすごい強いよね、8000のダメージ、まあ超一撃だから強いのかもしれないけど、じゃなくても7000ぐらいダメージ与えてるから結構強いと思う。僕にしかできないのなら、うん、やるしかない、じゃあやってくんないで攻撃すると、でゴートちゃん大したダメージ受けてなくて泣いてると。でね、これは艦隊が前に出てで、連携をすると。そしたら思ったら、あのロックオンする敵がやっぱ少ないとね、その分よう進むん、なんかダメージ多く入るんやろなっていうふうに思いました。沈め、うん、沈め無駄だってわからないのか、あー無駄って言っちゃったね。いやね、まあ、キラーだから、この時のキラーだから許される言葉で、今度はディアッカが戦うと。なんて言う、読めてるぜ、読めてんのかお前、すごい、あの心が読めるコーディー、あ、おっと誰か来たようだとなんだか知らねえが、てめえも瞬殺で、この黒との声優さんよく聞いたらさ、結城宏さんっていうね、僕が結構好きだった声優さんだったことに気づいて、へえって途中ですごいテンションが上がっちゃってた。コーディネーターなのか、うん、そうだよそうだよ、まあ、そうらしいよって言った方がいいか。なんかねシードデスティニーを思い出すね、この3人を見ると。うん、あでここで超強キーになるのかな、なったのかな、うん、で艦隊を攻撃され、お前そっちかいって言いながら、大したことダメージ与えられなかったなっつってで大体この早送りしてるときは大体ね3倍速かな、3倍速にしてますね。えいよしうん、このキャラたちはあんまり、なんだろうな、あんまりダメージが通る感じがしない、アサギとかマユラとかそのあたり、うん、気のせいかもしれないけど、まあ、ここら辺飛ばすとそしてアークエンジェル射出作業完了まであと1ターンです。敵の攻撃が来るわ、
射出作業を急いで。これマジ射出作業って言いにくいから、ちょっとみんなも連続して言ってみ。射出作業、射出作業、射出作業。ほら言えてないでしょでキラとアスランで連携の遊撃連携かなをやると。今しかない。うん、ここすごい曲がって気になった。好きにさせるかロードがちょっとあの追いついてなかったんだろうね。ここで落とす。分かった、うん、アスラン、ここで落とす。なんか2人のやり取りに感じられてちょっといいよね。多分そうじゃなくてもこうなるんだろうなみたいな感じはちょっとあるんだけどね。ね、いい感じにあのあっちの強い方だけ倒すことができたと。もらった。おお。お前は生きてる。一体何のために戦っている？何のために戦ってるか、まあ己のためというよりは、ち、戻るしかねえのかよ。お前がノルマなんだよバーカ。んだと？うぜえお前ら。でこれね、あれ？え、全員去っちゃうの？ってね、すごいしょんぼりしちゃった僕この時。お、超一撃！アスラン超一撃だ。頑張っちゃったね。でこのイライジャ・キール、不思議なキャラですね。僕はまだ作品を、その作品をね見てないから知らないんだけど、うん、いずれ知ることになるんでしょう。でこれ全員攻撃してくれるように全行動してるのね、ここら辺はね。全行動楽だなって思いながら。お、で、とどめを刺すことができた。よかったね。あ、そしてまた攻撃をしに、ちょっかい出しに行ったね、アスラン。で、キラ君も、とりあえずとどめ刺しとこうって。やべ、ずっと喋ってたんだけど、マイクミュートにしてた咳したせいで。うわぁ、やっちゃったな。ほい、やってくれ。うん、やば、後付け音声大変だけど頑張ろう。よし頑張ろうね。あなたならできるわ。だって私はそう信じてるもの。よし、上の敵倒したからもういいんじゃないの。お前やること特にないでしょって、それぐらいの気持ち。いや、エネルギー低いんだよなこいつ。こいつはこれで攻撃する必要ないか。オフ。ドラン。ドランってしちゃった。防御。防御されたけど、まあ、ダメージも与えられましたと。出撃。レリレイ。攻撃。爆発。この敵。する？しない？オフ。この後、アークエンジェル動くようになるのかな？今、準備してるわけじゃん。なんかしらの。空に行くのを手伝うとかなのかな？攻撃。爆発しよう。爆発しよう。爆発させよう。5500。500。よっしゃー、超強気。いや。なんかすごい何かしら起きそうな BGM だけど、特に何かが起きてるわけではなく。このターンが終わったら多分これで一回終了になるんじゃない？どうなるかな。一回爆発でダメージ与えとくのもいいかもしれない。いや、もうちょっと、なんで防御すんの？そういうとこだぞ、お前。過去的。はあ、やっていただこうか。行こう、頑張ってくれ。いや、多分通してくれるんじゃないかな。いやー、どうでしょう。やってくれ。よし、ナイス。オフ。おりゃ。いやー、7070。美しいね、あなた。ああ、何もできないな。おや。バステルビームブーメラン。あ、ちょっと待って、これ見たいな。バステルブームブーブーブーラー。ふい。ブーメランなんでしょ？だから帰ってくるのかな？お前の攻撃はいいんだよ。邪魔をするな！おぉ。やっぱハイライトオフなのがかっこいいな。瞳孔超小さくて。ここで行くわけにはいかない。うん。ビーム、ブーメランなのかな、やっぱ。あ、あ、こういうの好き！こういうの好き！イエーイ。え、かなり前にもさ、誰だっけ、キラだっけ、一番最初の方の攻撃でこんな感じの攻撃しなかった？それこそ本当に一番最初のステージで。じゃ貫通しとこうか。
お前ならできるよ貫通。本当に貫通してる。すげえ。超貫通じゃん。決定。オフ。おわ、すっごい食らっちゃった。いや、この子たち怖いな。死んじゃったらどうしよう。死んでも大丈夫な敵なのか味方なのか。敵じゃねえ、敵じゃねえ。お、クリアボーナスだって。入った、入った。よし。いや、でもただ、いや、結構ヒステリックモーメント。結構やられちゃったな。おう、トゥルルって上がったね、今ね。そして、地球軍の艦隊だよね、これね。あいつら出てくんじゃないまた。うぜえやつ。出てきた。かぐやに集結してるだと。いよいよあちらも背水の陣といったところか。アスハメ、この後に及んで悪あきを。まあいいですけどね、なかなか見苦しくて。存分に叩きのめしてやりましょう。もうお前のことを叩きのめしたい。まず第一にお前を叩きのめしたいね。おお、さっきと同じだよね多分ね。シールドの感じがそんな感じするけど。3456789101112333618ぐらいいたんかな。レーダーに消え、家具や周囲に展開。ラミアス殿、発信を。わかりました。草薙はまだかかりそうだ。すまん。各機は速やかに上艦してください。了解。お、戻る戻る戻られる。ここまでかよ。うん、発信を援護します。アークエンジェルは行ってください。もうちゃんとこう覚醒してる。覚醒っていうのかな、なってるね。わかったわ。監視上げ20、アークエンジェル発進します。発進した。草薙大丈夫。ジャンクション統合、カタパルト接続、ブースター取り付け作業完了。よし、最終チェック急げ。各機速やかに上艦せよ。空へ出ることになるなんて。ああ、よかった。こいつらダメージめっちゃ食らったから不安だったよ。どこに行こうと望むところよ。お前一番弱気じゃね。地球グメ。うん、泉さん準備整いました。まもなく発進出します。うむ、時間はない。急がせてくれ。お父様、脱出はみんなで。ああ、このシーンか。残してなどいけません。お前はいつまでグズグズしておる。早くせぬか。しかし我らには我らの役目、お前にはお前の役目があるのだ。でも思いを継ぐものなくば全てが終わりぞ。なぜそれがわからん。いや、この言葉すごいしみるんよな。そうよなって思うわ。いくらいいこと言ったって、それを聞いてる者が死んでしまったらねえ、誰にも届かないもんね。ちょっとなんか今なんか涙腺が緩んできたぞ。どうしたねえ。あ、お、また3体出てきたね。あいつら今度こそ落としてやる。来るぞキラー。うん、草薙も発進急いでください。最終チェックにあと4ターンは確認する。わかりました、援護します。いやー面白い。おー、アンノーン、さらにプラス敵が現れるってことかな。おお、ちゃんちゃちゃん、お前誰。4ターン経過。おーおー、なんかちょっと違うけど、105だが105とかなのかな、違うかな。ソードカラミティ同じか。Thank you.